ミューズデコーダは BS アナログハイビジョン放送やハイビジョン LD のミューズ信号を伸縮しハイビジョンのベースバンド信号及び NTSC 信号に変換しテレビでの視聴あるいは WVHS に録画できるようにする機器である。アナログワウワウのスクランブル放送解除に必要となる BS デコーダとは無関係である。BS アナログ放送で ハイビジョン放送とワウワウストリートギガの両方を視聴する際はそれぞれのデコーダを中ナノ当外端子に接続する必要があった。1989年にハイビジョン試験放送の開始によるミューズ方式の実用化に伴い一般家庭向きに市販されるようになる。BS デジタル放送以前のハイビジョンテレビの最上位高級機種にはミューズデコーダが BS アナログチューナと共に内蔵されていることが多かったが、搭載しない機器でミューズ信号で伝送される映像を視聴、記録する際には再生機器との間にミューズデコーダーを介してベースバンド信号などに変換することが必須であった。またミューズ圧縮を使用したハイビジョン放送では、標準画質放送と電波の割り付けや要求する周波数安定度が異なるため、 BS アナログ中なにおいても外部機器向けの端子を備えたものでなければならない。多くのミューズデコーダではハイビジョン信号に対応しない装置での視聴、記録のためコンポジット信号端子や S 端子から NTSC 信号を出力する機能を備えていた。2000年12月からの BS デジタル放送では放送方式が ISDBS へと変わったことで BS デジタルチューナから直接、コンポーネント端子やコンポジット端子による出力が可能となったため不要となった。コンポーネント端子や D3 端子を搭載し、1080i の表示に対応している。テレビモニターでは、ミューズレコーダーを使用して、ミューズ信号を伸縮させると、ハイビジョン表示が可能となる。そして、コンポジット端子や S 端子のみを搭載したテレビでは、 標準画質での表示が可能である。2007年9月に NHK 衛星デジタルハイビジョンのサイマル放送によるアナログハイビジョン放送が終了しており、それ以降はハイビジョン LD ソフトの再生にのみ必要となっている。WVHS では録画時にベースバンド信号に変換する必要があるため、再生にはミューズレコーダーは不要である。ありがとうございます。